やはりメンツが先走ると記事の表現まで変わっちゃいますね。どうも、日いずる国 TV のお時間です。今回のは以前の話ですが、過去に4隻の空母を他国から購入した中国がなぜワリアーグだけが回収されたのかという話について、気になる内容があったのでじっくりとご覧くださいませ。中国が初めて保有した空母である遼寧号は、もともとワリアーグという名称であり、ソ連崩壊後に廃艦となった同艦を中国がウクライナから購入し回収を行ったものだ。中国には現在遼寧号の他に山東という空母が存在するが、山東は中国が自ら建造した空母であり、他国から購入した空母がベースにあるのは遼寧だけだ。しかし中国はこれまでワリアーグの他にも複数の空母を他国から購入しているのだという。中国メディアのジンリートウティアンは、このほど中国は過去にワリアーグを含めて4隻の空母を海外から購入しているが、回収を行って空母として収益させたのはなぜワリアーグだけにとどまったのかと疑問を投げかける記事を掲載した。記事は中国がウクライナからワリアーグを購入した際、米国などの西側諸国から様々な横やりが入ったとし、2002年に大連港に到着した時も船体は錆だらけで重要な部品は全て取り外されていたと紹介。一方、当時の中国にとってワリアーグはちょうど良い空母であり、ワリアーグを回収することで中国は国産空母の建造に向けた経験を積んだのだと論じた。続けて、中国が外国から空母を購入したのはワリアーグが初めてではないとし、初めて購入したのは1943年に建造された空母メルボルンであると紹介。空母メルボルンは英国からオーストラリアに売却され、オーストラリアで退役した後に中国が購入したと紹介する。一方、中国が購入した当時、空母メルボルンは老朽化が進んでおり、排水量も2万トンほどと小さかったことから、中国は回収することなく解体したと主張。だが、その解体を通じて中国は空母の甲板などについての知見を得たと論じた。さらに中国は旧ソ連製の空母ミンスクと空母キエフも購入していると紹介しつつも、共に老朽化が進んでいたことなどから、これらの空母も回収されることはなかったと紹介したほか、ワリアーグを購入する以前の中国には空母建造に関する技術が足らず、また資金的な問題もあったと強調。そして他国から購入した空母のうち4隻目となったワリアーグが遼寧に回収されたのは、技術の蓄積が進み資金に目処がついたという要因の他に、中国海軍が空母を保有する必要性に迫られていたことも大きな理由だったと主張したとの内容です。もうしょうがないですね。正しく表現できない元記事に代わって先に結論言ってしまうと、ワリアーグだけしか回収できなかったのは、ただ単に回収スキルのパクリがまだ足りなかったか、実物の内部構造を見てもいまいち理解できなかったんでしょう。まあそれはさておき、唯一回収した遼寧に関してですが、その購入時に中国製の強い蒸留酒や多額の米ドル紙幣を持参し、ウクライナ側と直談判するほどの力の入れ具合だったようです。しかも売買契約では軍事関連の利用が禁じられていたため、空母ではなくあくまでスクラップ船として大幅に値切り倒していたようですね。そこまでして空母の技術を欲していたとは、その貪欲さが伝わってきます。ウクライナ側もまさか売った船が数十年後に軍事的脅威になるとは思ってもいなかったでしょう。まあ軍事的脅威ってのはもちろんリップサービスですけどね。また運び出す時も海峡の通行を管理していたトルコ政府を欺いていたらしく、中国からの観光客を増大させると約束して許可を取り付けていたんです。まあ実際には工作員は増大したかもしれませんけどね。
技術がなかった中国はよっぽど空母のモデルが欲しかったようですね。そのため結局は豪華客船としてトルコに帰ってくることはなく、中国軍の仲間入りを果たしてしまったようです。このように他国の技術をベースに成長してきた中国ですが、なんと空母に乗せる艦載機 J1 号戦闘機まで他国の真似事をしているようで、無断コピーを行って生産した J11 戦闘機をベースにロシア製スホーイ33の技術を取り入れて開発していたようです。先ほどの空母といい、中国には本当に自ら創造しようという気概がないみたいですね。パクリでここまで成長してきたと言っても過言ではありません。ただ持っているのはパクリ技術に過ぎないので弊害はもちろんあります。というのも、遼寧や国産空母の 001A 型に艦載している J1 号はアメリカ海軍の艦載機のように多くの燃料や爆弾を搭載できず、航続距離と攻撃力は著しい制限を受けてますからね。その分空母自体が重装備になるとはいえ、洋上で動かなくなるぐらいなら、初めの約束通りカジノにした方が良かったんじゃないですかね。いずれにせよ、これが一からものづくりをしているアメリカや日本との差と言えるでしょう。さらに今までパクリ技術に頼ってきたツケも現れているようで、5隻目の空母計画が技術的な問題などによって中断しているとのことです。5隻目は中国初の原子力空母として注目されていましたが、軍関係筋によると必要な原子力技術がないということで、おそらく今もどこかで必死にハッキングしてるんでしょうか。ここ数年で急速に軍備を強化している中国ですが、自分たちの力で技術を確立しないことにはすぐに天井が見えることでしょう。引くに引けない厄介なメンツの落としどころをどこに持っていくかが注目ですね。では今回の最後もネット上の声をご覧くださいませ。世界にはスクラップとして買い、それを博物館にするという目くらましの手を使ったことはよく承知している。中国が購入した当時、空母メルボルンは老朽化が進んでおり、排水量も2万トンほどと小さかったことから、中国は回収することなく解体した。中国が購入した当時、修理回収技術がなく解体した。捏造はダメですので要変更。ワリヤーグ改め遼寧は出力不足のため、空母の形をした戦闘機運搬船ですよね。燃料弾薬火器を搭載できない戦闘機を射出して空母、すごいぞチャイナ。海上レストランにするとか言ってたろ。誰も信じちゃいなかったが、南沙も普通に軍事拠点化されたし、日本も国益のためにはもっと狡猾にならないと。そんなものに金使わないで、社会インフラや人民のために金を使ったらどうか。以上、人として約束を守るということから回収しないと、そのうち誰も相手にしてくれなくなりますよ。